のバンドですね。ソフトクリームの皆さんになります。美味しそうな名前ですね。ね、ソフトクリーム売ってますね。ソフトクリームを食べながらソフトクリームを見るっていう感じにしていただきたいなと思いますけれども、それではちょっとね、バンド紹介の方させていただきます。3年ぐらい前に、すごいざっくりですね、セッションで集めたメンバーですが、いまだにライブやってます。あ、そうなんですね。セッションから始まったバンドということで、そうですね、それがね、あ、素晴らしい、うん、何喋ってるか分かんないけど何言ってるか分かんないけどいいかな。元祖イメプロゼーションロッククリームのカバーです。よろしくお願いします。ということで、主催のね、あの工藤さんの万能になっております。皆さん応援の方よろしくお願いします。それではソフトクリームの皆さん、よろしくお願いします。
はい、バンドでございまして、我々のセッションでつながったバンドでございまして、そうですね、結構ね、3番目はね、ブルーフォークのコミックバンドがね、出るはずだったんですね。ちょっと私も出るはずだったんですけどね、ちょっとね、体調不良、メンバー体調不良っていうのでね、急遽ね、とりあえず12時半から来れる人ということでね、はい、そういうふうになりましたね。前の場合、来れる人でね、集めましたのでね、ちょっともうね、サックスね、ソリソンとかね、巻き込んでね、いろんな人巻き込んでますよね。ご存知かと思いますね。もう、ブルースブックにね、サックスソロで、無謀のね、ですよね。ちゃんと答えてくれるんでね、ありますよね。じゃあ次行きますか。はい。じゃあ次の曲は、先ほども、触れなきゃいけないクロスロードでございます。
sinking down. スローバーズでございます。ここで、メンバー紹介したいなと思います。ではここから、ギター、ノブ林さん、同じくギター、工藤彦一さん、ドラム西さん、ベース京子さん、ここで今日のスペシャルゲスト翔さん、私が、高橋と申します。さすが、じゃあ最後の曲ですね。ちょっと長めの曲で3曲しかできません。なかなかいいですね、風で吹かれてね。本当合うんだか合わないのか分かりやすいけどね。さっき印象だったのソフトクリーム早速食べてましたんで、皆さんも食べて続ってください。じゃあ最後いきますか。サンシャインサンシャインを聞きたいと思います。はい、サンシャインを。
最初の曲でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ソフトクリームの皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。いや、とってもね、素晴らしい演奏でしたね。ソフトクリームをね、食べながらソフトクリームを見るって私やりましたよ、先ほどのね。アイスクリームを食べて、本当にね、すごく濃厚でとっても美味しかったです。ミルキークラウンさんのソフトクリーム、皆さん、あそこの黄色いね、お店のミルキークラウンさんソフトクリームとっても美味しかったです。で、ちょっと暑くなってきたので、ちょっとね、こう涼みにがてらアイスクリームとか食べてみるのもいいかなと思いますので、皆さんね、たくさん食べて飲んで、今日楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。はい、